はいどうもこんにちは、セミです。ということで今回は昔作ったゴミ箱をちょっとリメイクしてみました。でこのゴミ箱は実際に使えます。なのでいらないアイテムをゴミ箱に捨てるっていうことができます。まあ家の内装とかにちょうどいいと思うんでぜひ作ってみてください。ということで行ってみましょう。